はい、ケソです。こんにちは。さあ、ガチョウのやつやっていきますが、あそこにいんのね。ハードモードの1ページ目全部終わって、2ページ目あと3つですね。リボンをつけたままサッカーバーでゲイをする。あ、これはなんとなくわかる。OK。慣れたもんだね。はい、直してもらって、リボンを、もうお前3回目だぞ。そろそろ俺が本物の置物じゃないこと気づけ。ほら3回目の尻餅だお前。愚かなことに、バカ野郎。オッケー、じゃあ酒場に行きましょう。これで芸をすると、よいしょ。はい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 、どんがらがっしゃん、どんがらがっしゃん。ゴールがあったね。ゴールがあるね。さあ、酒場。あれ、なんでリボンねえの？リボンないね。リボンなくない？あれ、どこ行ったの？リボン、お邪魔します。え、リボンは？リボンどこ行ったの？なんでここにあんの？なんでリボンここにあんの？え、ここ通ったらリボン取れる使用会？そんなことある？じゃあここ通っちゃいけないんだ。ほれ、バレてない。はい、つけてもらって、4回目の尻餅。じゃあちょっとあそこ通るとリボン取れちゃうみたいなんで、別のルートから行きます。ああ、もう、はいはい、すみません。じゃあここ通るか。ここ通ってこっち行こう。はいはいはい。なんだ、こんなリボン結構脆いんだな。よいしょよいしょ。はい、リボン持った状態で酒場まで来ました。はいはいはい、これはもうこのジジイはもうどうしようもない。じゃあちょっと私一芸披露させていただこうかしら。こちらで、すいませんね、すいませんね、何回も見てもらって申し訳ないんですけど。はいはい、もうリクエストされる前からやっちゃうからね、俺ぐらいになると。はいはい、リボンをつけたままで酒場芸を披露する。 OK、 クリアで、さっきゴールを見つけたんだよな俺な。ゴールを決める。ゴールの場所に一回行ってみるか。ゴールがありますね。ゴールを決める。ねえ、バグったかと思った。今は出れなかった。ボールはないね。ボールっていうと2面の男の子のボールぐらいしか思いつかないけど、2面のボールをここまで持ってくるってこと？さすがにじゃないそれは。マジで無理じゃない？結構な距離よ。大変だぞそれ。でもボールあれぐらいしかないもんな。無理言うな。加えられないよね。あっ、加えられない。ダメだ、マジか。これ押してくの、これ嘘でしょ。ほいほいほい、ここはさすがに大きさ的に通るか。ここは通るだろうけど、よいしょ。おじさんマジサッカーボール回収したらブチギレっからね俺。興味持つな興味持つな興味持つな。うわー、興味持ったー。
どうするのそれを。あ、もしかしてあっちに投げてくれる？それは助かる。あ、それは助かる。よいしょ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 。へい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 。あそこの柵通れるかな。ちょっと狭い気がするんだよな。行けっかな。あ、待って待って。はいはいはい。はいはい。行け行け行け。あ、行った行った行った。これはさすがにこれゴールでしょこれ。くそ大変だなこれ。待って、どこ行くんだよ。どこ行くんだボール。よしよしよし。よしよしよし。よし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 。あー、待ってくれ、坂になってるここ。待ってもう本当に。なんでよ。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。ゴール。オッケー。くそ大変だったなこれ。このページも最後だ。橋の下でボートを走らせる。橋の下でボートを走らせる。ボート、酒場にボートが樽の上にあったような気がする。樽の上じゃない、これだ。これ水道出すんだな。水道出して水位上げてボート回収だな。ボート待ち、ボートマチック回収。オッケー、ボートは回収した。はいはいはい。これをあとは橋の上で走らせればいいだけ。こっちが橋だった気がする。ここかな、橋って。ここじゃないか。もう一個橋あったな。もう一個の方か。あったあった橋。これだ。ここの下でボートを。あれ、これじゃないのかな。あー、ダメ。これじゃないのかな。いや、これしか橋ないよな、もうな。あ、オッケー、ここで。あ、ここで。なるほど。よくわかんない判定だけど。お、もしかしてこれ。ハードモードの1ページ目、2ページ目ができた。さあ。あとはこれか。タイムアタックだね。マジか。タイムアタックね。このゲーム、最初からやり直すってしたときに、ある程度時間が経つと、教会の鐘がゴーンってなるんだよね。それまでに、ステージのギミックを全て終わらせれば、クリアってことなんだろうけど、まあ、ちょっと農園からやってみよっか。OK、やってみよう。タイムアタック開始。まず農園に侵入する。これ水出して、もう時間を無駄にしない。水を出してる間にも俺はもうピクニックの準備をする。カゴを回収してもう置いとく。ピクニックの準備ももう始めておくと。OK。で、この頃にはもうおじさんが開けてくれてるだろうから、その隙に農園に侵入するをクリアする。で、おじさんに麦わら帽子をかぶせるんだけど、あー、麦わら帽子のかぶせ方覚えてね。違う、帽子を取るんだ、あいつの。あいつの帽子を取るんだ。あいつの帽子を取るから、まず花を回収しておじさんに見せる。で、そうするとあいつは植えるから、あいつは花を植える。花を植える。植えてる間にあいつの帽子を回収する。で、この帽子はもう取られないように取られないように水の中に捨てに行く。で、そうするとあいつは麦わら帽子をかぶる。オッケー、ここまでおじさんを濡らすもオッケーね。ここでもオッケー。え、マジかマジかマジかマジ。いいよね。諦めてね。諦めてね。オッケーオッケー。麦わら帽子回収しに行った。で、その間に俺はもうピクニックの準備を進める。リンゴ、サンドイッチ、サンドイッチは2個必要だったな。サンドイッチ、で、
あとラジオも必要だったな。ラジオ、麦わら帽子かぶせるクリア、ラジオ回収、ラジオ回収、違うラジオ、ラジオ、ラジオ回収、これ邪魔、ラジオ回収、ラジオ、ラジオ、ラジオを取らせろ、急いでんだよ俺は。オッケー、ラジオ回収して、あーピクニックあとなんだっけ、やべえマジか、ちょっと待ってくれ、ラジオ最後だった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 、やべ回収されちまう、めんどくせえことになった。オッケーオッケー、上書きした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 、あ待ってなんだっけ、あと、あ待って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 、じゃあ農園閉めたしじゃない、これ鍵盗む、熊手を湖に落とすか、熊手を湖に落として、鉢はないことを祈ろう、おじさんと。いやこれラジオ回収されちまうな、熊手を湖に落とす、オッケー、ジャムと水筒回収しに行こう、多分あのじじい今頃ラジオ回収してんな、水筒、違う水筒、じじいどこにいる、あー水筒取られた、じゃあ水筒回収、ラジオそこか、オッケー、諦めろ、一旦諦めろ、一旦諦めてくれ、マジ、熊で、俺はもう鍵すら奪う、ここで鍵を盗む成功で、鍵回収してる間に、あもう、いい、鍵はやる、鍵はもう回収したからいい、やめてくれマジ、オッケー、いやーマジかー、水道取られてしまう、くそ、急いでんのに、いいや、先ジャム、いやーダメだなー、ジャム、うわー上書きされた、もう来てないよね、オッケー、ジャム、ある程度離れちゃえばいいんだよな、持ってる状態だな、水筒な、じゃあバラで浮気したい、バラ、オッケー、バラいった、水筒回収、あーバレた、ちくしょ、逃げろ、ダメだ、一回湖で巻くしかない、湖で巻こう、ここまで来ないから、あいつここまで来ない、オッケー諦めた、熊手でも持ってろお前、そこに浮いてる熊手でもよ、オッケー熊手、もうちょっと、ま、待とう、待てよ、その間にピクニック、あと水筒と、そこに落ちてるラジオだけを置けばピクニックが開催される、もう早く戻ってくれ、オッケー熊で取った、水筒回収で置いて、でそこにあるラジオを回収すればピクニックが開催される、これでピクニック OK、 あれ、あー人参リンゴ、いやーもうそうだよな、音鳴ると来るよねー君ねー、やべもうダメだな、これピクニックのものの順番ちょっと考えてやんないとダメだなこれな、あもう人参回収するんだろう、いいよもう本当に、なんでリンゴってどこ、あこれか、これも必要なんか、あもうこれ水出しとこう、やーべえ大丈夫か、結構妨害されてんな、あー道迷った、
道迷った。オッケー、ラジオ許されてる、ラジオ許されてるのでかい。あと人参、人参とラジオで完成だ。あーもう無理やり開催する、俺は無理やりピクニック開催する。人参ラジオ開催。え、まだサンドイッチ置いた、リンゴ置いた、かぼちゃだ。かぼちゃが足んねえ。音が鳴ったということは、お前そうだよな、来るよな、音鳴ると来るもんね。あーダメだ、もう本当に本当にラジオ最後、マジでラジオ最後。いや大変だなこれ。やべら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 やべらべらべらやべらべらやべろ、よこせよこせよこせ、マジでよこせ、本当によこせ。鍵、今鐘鳴ったね、教会の鐘鳴ったね。遅いのかこれじゃ、教会の鐘鳴ったね、今遅いね。マジか、ゲロむずいやん。いやピクニックだな、ピクニックの開催の方法が俺マジ甘かった。いやーマジかー、これちゃんと考えて物持ってこなきゃダメだな。いやわかった、もう次からタイムアタックやっていこう。いや大変だぞ、意外と金鳴るの早い。これを全ステージでやらなきゃいけないってことだよな。かむついなぁ。大変よこれ。まあ頑張ってきます。次から、タイムアタックちゃんとやっていきます。はい、ということで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。